7-1。門戸の将が下城して屋敷へ帰ろうとする途中、大手筋から冠町へ曲がるところで阿部の母に呼び止められた。梅雨も明けた6月中旬の空は午後5時過ぎだというのにまだ明るく、痩せた小柄な母の姿がその明るさのため一層みすぼらしく、年老いて哀れに見えた。門戸の将は反射的に辺りを見回し、手真似で母に知らせてから屋敷町の裏通りへ誘っていった。困っているんです。母は前置きなしにしゃがれ声で言い、乾いた咳をした。お父様がすっかり弱ってしまって、隠居したいと言い出すし、小四郎はぐれたようになってよくない友達と遊び歩いているし。小四郎はまだ元服しないんですか？形だけはしましたけれどね。それでまだ小四郎なんですか？お父様が後を継がせる時に襲名させるとおっしゃるし、あれも名前なんか変えたってしようがないと言って。右側は武家屋敷でずっと長い塀が続いている。左側は堀で、堀の向こうは日よけの空き地を隔てて町人町になっていた。その裏道は狭く、30軒ほど行くと山内邸の土塀で行き止まりになるから、ほとんど人の通ることはなかった。門戸の将は立ち止まって、母の方は見ずに、それでどうしろというんですかと反問した。一度小四郎に会って、と母は咳を抑えながら言った。あなたから意見をしてやってもらいたいんです。父さんは隠居したいんですって？母はうなずいた。体がすっかり弱ってしまってね、組頭の役がつらそうなんです。今度殿様がご帰国遊ばしてから、お父様は一日も休みなし。組下の方たちは3分の1ずつ交代で休めるけれど、組頭は休めないんです。父さんは確か43か4でしたね。45になりました。働き盛りじゃありませんか？門戸の将は言った。何か病気でもあるんですか？病気ということもないようだけれど、何しろお役目がきついし、ずっと働き同士に働いていらしたんですから。それは父に限ったことではない。役目を持って奉公すれば働くのが当然のことだし、45という壮年に過重なほど勝ち組頭がきつい勤めであるわけはない。門戸の将はそう思ったが、口に出しては言わなかった。小四郎がぐれたと言われますが、彼も18歳になったのでしょう。半ばは子供、半ば大人になるところですから、大概なものが一時はそんな風になるんじゃありませんか？そうだといいのだけれど。母は門戸の将の横顔を見上げた。この頃はお酒も飲むし、夜も帰らないことがあるし、侍は嫌だから町人になるんだなんて言い出したりしましてね。そんなことを父さんは黙って聞いているんですか？お父さんの前では神妙なんです。酔って帰った時一度大層お怒りになって、切ってしまうなどと脅されましたら、その晩から高い熱が出て3日未満怖い怖いと上ごとの言い続けでした。あの狭い部屋が門戸の将の記憶によみがえった。ひび割れの入った壁、すすけた障子や襖、雨漏りでまだらになった天井、そしてあのじとじとする古畳。小四郎がそこへ薄い布団にくるまって寝てい、父と母とがその枕元にため息をつきながら座っている。小四郎は幼い頃からひ弱だった。体も弱かったし気も弱かった。その上両親は門戸の将だけを跡取りだからと言って大事にし、小四郎は後ろへ押しやられていた。それが今度は自分が跡取りになり、おそらく両親から大事にされるようになったのだろう。いつも兄の後ろへ押しやられていた小四郎には、新しい自分の位置が得意でもあり、急に責任を負わされたことが不安でもあるに違いない。ひ弱な子として
いたわられてきた反動でその二つの感情の処理ができなくなっているのだと門戸の将は思った。それからはお父様も懲りたのでしょう。強い小言は決しておっしゃいませんと母は独り言のように続けていた。小四郎も避けているようですし、お父様の方でも小四郎を避けているようです。中に入った私にもどうしていいかわからないのです。母は細い頼りなげな吐息をついた。あなたが出ていらした後はうちの中に大きな穴でも開いたようで、お父様も私も小四郎までがポカンとして、しばらくはみんな何も手につかないような日を過ごしました。父さんは私に婿に行けとさえ勧めておられましたがね。あなたもお忙しいでしょうけれど、母は話をそらした。一度うちへ来て小四郎に意見をしてやってくださいませんか。暇を見て伺いましょう。彼はやはり母の方を見ずに言った。私の意見など役には立たぬでしょうが、借りたい書物があるので近いうちに参ります。今難度の蔵書はどうなっていますか。去年の秋には小出先生がいらして風入れをしてくださいました。そうですか。門戸の将は空を見上げた。先生はまだ時々いらっしゃるんですね。ええ、時々ね、と母は答えて言った。いらっしゃると一日中難度にこもって熱心に筆記をなすっているようです。うちではお父様も小四郎も書物なんか邪魔者扱いで、いまだに覗いてみようともしません。あなたは書物がお好きで大事になさるし、曲がり町のお屋敷も広いようだから、いっそあなたに引き取っていただこうかとも思っているんです。そうできればありがたいですね。門戸の将は抱えている包みを持ち直した。今度伺った時父さんに話してみます。きっと厄介払いができるとお喜びになることでしょう。ではまたお目にかかります、と門戸の将は脇を見たまま会釈をし、向き直ってそこを去った。お大事に、お体に気をつけてね、と後ろから母の呼びかける声がし、それを聞いて門戸の将はヒヤッと肌寒さを感じた。母からそんな風に呼びかけられるのは少年時代から嫌いであった。いつも耳を塞ぎたくなるような気持ちだったが、今でも同じだということを現実に感じ、やりきれない気持ちで彼は急ぎ足に道を戻った。屋敷へ帰って着替えをしていると、奥の方からにぎやかに話したり笑ったりする声が聞こえてきた。また客かと聞くと、杉本大作が、ご婦人方が二人見えて、今呉服や小道具をお求めになっているところです、と答えた。柳田の奥様、と杉本は言った。山内のお嬢様です。門戸の将は振り向いた。求めているというのはどういうことだ。牡丹屋と越後屋の店の者が品物を持参してきているのです。それをここで、と門戸の将は杉本の顔を見つめて聞いた。この家で買うというのか。初めてではございません。ご存じなかったのですか。杉本は門戸の将の脱いだものを片付けながら、例のむっとした口ぶりで言った。もっともこのお屋敷だけでなく、順繰りにそれぞれのお屋敷へ品を取り寄せ、皆様方でご品評の上お求めになるのだと伺いました。この家では幾度くらいあった。3回だと覚えております。客が帰ったら知らせてくれ。杉本は承知したと答えた。